ノクさんこんにちは。動画ありがとうございます。そしてメッセージもいただきました。うちのね、大和くん今日誕生日なんですよ。本当ありがとうございます。ささやかなね、命、これから去年生まれた新生児が86万人というふうに言われてますんで、私の時代とはね、だいぶ違って3分の1ぐらいになっちゃったかなと思います。まあ少子高齢化の影響ですかね。まあ少子高齢化といえばちょっと話題がね、跳ねるんですけども、私ね、日本の人口が1億2000万人、これが果たして適正なのかなって思ってるんですよ。まあ、江戸時代は確か3000万人ぐらいで平和な時代を維持していたと聞きますけども、その前平安時代は800万人でね、栄華を誇っていたというのが日本の現実だということです。あの東方見聞録でマルコ・ポーロも日本は素晴らしい国だというふうにね、書かれてましたけども、あの頃って日本の人口少なくとも2000万人3000万人はいなかったはずなんですよね。ということで、人っていうのは人数が少なければ少ないほど仲良くやって、多ければ多いほどうまくいかないみたいなね、そんなあのポイントがあるんじゃないかなと。人数と、何ですかね、社会構造のポイントといいますか、土地面積のポイントですかね。確かね、島田紳助さんが言われていたんですけども、日本のある島では人がすごく少なくて100人ぐらいしかいないらしいんですよ。でそこにはね、病院もないし警察もないらしいんですよ。でも事故が全く起きない。それは100人が家族みたいにお互いのことを思いやりながら、怪我をしないように、事故をしないようにっていうふうにイタリアってやってるそうなんですよね。でも人口の多いところでは暴走した車が人をはねて逮捕もされないし謝罪もないみたいなこともあったりね、そんな上級国民スタイルもあったりするわけなんですよ。そう考えると、日本っていうのはこれを機会に人口ね、8000万人なり7000万人に少しずつ減らした方がもしかしたらいいのかなっていう考えもあるのも事実なんですよね。少子高齢化か問題だと言われる中で、いや少子高齢化っていうのは私たちが選んでここまで来た、その結果じゃないかなっていうところもあるんですよ。戦後1945年からその時は人口はね、1億玉砕という言葉で言われたんですけども、確か9800万人ぐらいだったと思うんですよね。それから75年経って1億2000万人ということで、人口の加速度的な、なんですかね、増え方っていうのは、増加傾向っていうのは、まあちょっとなだらかになってきて、ピークアウトして現在、まあ、1億人に向かっているのかなっていうところがあります。まあいろいろと言いましたけども、これ何が言いたいかというと、これからの時代は少子高齢化を背景にした経済的な考え方、それからビジネスの思考、社会生活の整え方では全く通用しなくって、むしろね、減少する社会についてどういうふうに考えていけばいいのかなっていうふうに、そういうふうにね、私はね、思うことがあるんですよね。でその中で今回のノクさんからのビジネスプランのお誘いっていうのは、まあ、非常に興味深いなと思いますし、ちょっと期日が短いんですよね。11月の14日でしょ、すぐですね。で、人町プラザっていうのは実はね、あの私が以前いた広島ヒルズと言われてるね、速稼塾 の本部があったんですよね。袋町公園の正面に、そこから本当に歩いて5分のところにあったんですけども、現在私隠居してますんでね、そこからはるか100キロ以上離れた町に住んでおります。ですんでね、どうしようかなと思ってるところはありますけども、そうですね、ちょっとこれからね、家族に話して14日時間をね、もらえるかどうかっていうのを聞いてみようかと思いますし、場合によってはね、あの奥さんと一緒に来ようかなと思います。さすがにね、大和くんが来るといろいろと困ると思いますんでね、それは置いとくとして、14日は、まあ、私毎日ね、予定がないんで、それは体は動くんですよ。興味があったりね、好奇心が出てくれば、まあいわゆるその気になったらね、どこにでも行って何でもやるんですけども、まあいかんせんね、その気になることが少ないんですよね。まあ、あのいいんじゃないですかね。ちょっと回答はお待たせしますけども、ノクさんにもね、お会いしたいですしね、なんかお会いできたら、お会いできたで、なんかね、この合同 その対談動画なんて撮れれば私いいなと思ってますんで、あのお面をね、持ってきていただければ幸いでございます。では準備くださいませ。今日はね、誕生日会がこれからありますんで、大和くんの誕生日会がね、行ってまいります。大和くんの誕生日、お祝いをね、ノクさんからもいただいて非常に光栄です。本当にありがとうございました。では今回は以上です。